안녕하세요소라です。바다입니다。警察と消防なんですけど、電話番号は韓国は大きく本当に3つで分かれてるんです。それで全部つながってるというんですね。で、緊急の場合は112と119があるんです。緊急だけ。112は犯罪でなんか事件に巻き込まれた時、はい、電話すれば警察状況室まで連絡が行くんです。じゃあ韓国ドラマのボイスの、そうなんです、そうなんです、あの緊急電話は112ですか。そうです、112119は災害の時119なんです。相談みたいなのは110、110番みたいな。緊急ではないんですけど、うん、あの苦情みたいな、案内コールセンターみたいなところなんですね。そこに電話するんです。警察、경찰차색깔、はい、車の색깔은白と青なんですね。白と青で、車の上にランプは赤と青で2つに分かれて、青赤で、昔は一瞬赤だったんですけど、今見たら赤と青になってるんですね。救急車も白いあのベージックで、あの赤い血、赤と黄色、蛍光系の黄色系が入ってるんですね。で、救急車になってるんです。大きくでも119って書いてありますね。そうですね、119って書いてあるんです。はい、結構目にパッと見えるぐらいになってるんですね。日本ではもう白バイっていうのはすごい有名ですけど、交通警察として、そうですね、韓国は完全に白バイじゃなくて、車と同じように白に青を入れてるんですね。じゃあ白バイ警察みたいな呼び方はしないんですね。そう、あんまりしないんです。警察バイクは高速道路によくいます。あのスピード、断速とか違反とかに、その辺でよくいるし、普通の道路とかにはあんまり走ってない気がする。韓国の警察の方はすごい背の高いイケメンの方が多いですけど、あの募集の時に身長制限とかいろいろあるんですか？そうです、一応交互を貼る時には木の背の制限とか書けないんです、書いてないんです。身体的に、あの障害がない、あとタトゥーを入れてない、そのようなも細かくなるんです。ただ制限かける性には、MC 警察って言ってて、軍隊の警察なんですね。そのような警察官は175以上木の制限があるんです。軍隊の警察と普通の一般の警察は違うんですか？違うんです。ですね、あとなんか警察もバイクを乗ってる警察いるじゃないですか、はい、そのような警察もまた違う。一応警察も公務員なので、公務員の一応あの多く、幅広く、あのみんな応募するためには制限、規制とかには制限かけてない。でも視力とかかけるんですね、0.8 以上とか。警察学校みたいなところにやっぱり入るんですかね？警察大学校があるんですね。警察大学校はもう犯罪心理とかいろんなの勉強して、そのように行くと思います。なので一応警察公務員は5個以上卒業する人で、あの、あと一応公務員9があるんですよ、何級とかで、でそこに当てはまるような、あの試験を売るあのやるんですね。警察を舞台にしたドラマも多いですよね、その警察学校みたいな。そうですね、警察学校、それで体力が一番、体力テストもいっぱいあります。もう走り、あとなんか力、もう今年から新しく消防隊はタイヤ回すとか、あの紐を引っ張るとか、そのような体力テストもあるとか、みたいなんですね。特殊部隊とかもありますよね。特殊部隊は軍部隊に入るので、軍隊を
行ってきてこないと資格にならないんですね。あと警察公務員とか消防隊の公務員試験も全部軍隊に行ってからしなきゃいけないんです。へー。でも一応18歳以上から応募が可能なんですけどね。へー。軍隊を行ってないからってダメとかじゃなくて、行ってない方、うん、免除されてる方も一応応募はできます、うん、その理由がどんな理由か分からないんですけどね。それで身体が健康であれば、うん、一応全部、うん、筆記何パーセントとか体力テスト何パーセントで全部加算点を入れてやってるみたいなんですね、うん、で今すごい韓国では人気があるので、ね、倍率がすごいなんです、ね、でいろいろ色も違うし。そうですね。오늘도좋은하루보내세요안녕